おはようございます、勝又です。ということで今日はこちら5月19日かな、今日は2018年、じゃあスナックワールドの最新ジャラ2ボックスでございます。トレジャラボックス第6弾天空の神秘と創世の魔王。これはね、一番欲しいのはもう死神さんですね、スナックの。なぜかというと絶対にジャラスで強い効果を発揮しそう、はい、っていう僕の思いなだけです、はい、どうなんだろうね、実際にちょっと綺麗にめくってみましょう。まあいつも通り全20種類スナック10種類のジャラ10種類でございます。なんかレジェンドレアというね、謎のね超絶出ないジャラもあるみたいですけど、ちょっとそれはあんまり別に、なんか噂によると15万円分買って1個ぐらいの確率らしいので、さすがに出ないっしょと思って、ね、YouTuber だから出るまで買ってって思うかもしれないですけど、さすがに15万円これに使うのはね、費用対効果というものもありますので、ちょっとさすがにきついですね、はい、こちらでございます、ドン。はい、じゃあ開けていきましょうか。早速ね、いつも通りアソート確認します。どこに何が入っててみたいな。ちょっとなんか珍しく今ハサミで切り込み入れちゃった、こんな上からなんかテープしてあるからな、めんどくせえな。普通にベリベリベリーってめくればよかった。そうっす。あ、なんだこれ。あー、いつものか。そうだ、そういえば3000円買うとこのなんかシールド1個もらえるってやつありました。皆さんも多分もらえてなかったらお店の人が忘れてるか、もしくはなかったか在庫が。さあ開けてみましょう。1個目、お、スナック、ナイススナック。今回は黄緑色のなんかフィギュアですね。はい、1個目、じゃん。うわー、早っ、デミとグラス、早ー、一発目で出ちゃった。終わりだこれ、このボックスもう出ねえわ。びっくりした、今一発目でしたね、見事に。今のはグレートレアですので、もうスナックの中では最上位レアでございます。いや出ちゃったね、早いね、びっくりした今。さあ2つ目はなんだ。お、デトニック系かなこれ、確か。そうですね、デトニックランス、デトニックランス。もうでもこれで最終弾かな、そんなことないかな。デトニックランス次。いやでも本当にスナックワールドももうね、長い間1年ぐらいやってきましたけど、妖怪ウォッチほどの爆発的なヒットではなかったっすね、レベル5さんも。やっぱりちょっと今一つ噛み合わなかったかなって感じがしますね。ゲームとか発売延期になったりとかね、いろいろ。お、なんか、おお、これプティレアじゃない、プティレアプティレアのバカラチタンアックス。俺このシリーズ好きなんだよね、チタンだから。うん、プチレア感あるんだけど、すごいこのね鉄感がやっぱねいい、うん、キーホルダーとしての機能もなすし、こう中学校、小学校と、小学校だな、小学校の時のこうなんか修学旅行の時に買うキーホルダーみたいな感じね、よくあるじゃん。次、ミスった。死神さん来ないかな。お、あれだ、バーバリーザウルス、そんな名前だったっけこいつ。いやー出ないなこれ、もうこのボックスはいつもと一緒でね、1個いいのが出ちゃうとスナックかジャラでもうそれで終わりみたいなところありますから、
まあ強いて言うならグレートレアのジャラは出るかもしれん。 GO。 お、なんだこれ、唇、なんだこれ、ブッチューンシールド、やっぱ唇だ。ブッチューンシールドか。これなんかジャラステで使ったら強そうな気もしなくもないな。ブッチューンシールド、まあまたジャラステで使ってね、効果を見ていきたいと思います。さあ6個目、1個500円ですからね、高いよね。まあまあ普通に今も冷静に考えると、じゃん、ゴブリン、すんなり普通に出たな。朝一起きておもちゃを買いに行くってのが久しぶりで、今日はそういえばレジで視聴者さんにお声掛けいただいてありがとうございます。さあ次、おお、なんだこれ、なんだこれ、バカラコロン、なんかもうプチレア何でもいい感ありますね。バカラコロン、後でちゃんとしっかり見せます。今はとりあえず開封ということで、今はですね交互に来てるので次はスナックかなと思います。スナックジャラ、スナックジャラ、スナックジャラってこうなんかこう、あ、やっぱそうだ、交互に入ってるボックスですね、交互ボックス。じゃん、おうおう、メカメカ、やっぱ一番最初に出ちゃったからね、新神さんが欲しかったな、やっぱり交互でした。見れば交互っていうのが意味がちょっとわかるかもしれないです。はい、じゃん、タルトス、最後じゃあグレートレアぐらいのあれかな、ジャラ入ってるかな、ジャラッとじゃあ丸もき、お、パウンドナイフくせえな。はい、やっぱりそうだ、パウンドナイフ、よくわかったね今自分で、パウンドナイフでした。さあワンボックス開封終了して次です。問題は頼むわ、頼む死神、マジで強がいいんだよな死神さん、じゃらせて効果が見てみたいよね。スナックこれ出なかったらまた追加でボックス買います。追加ボックス、ボックスで買わなくてもまあ1個ずつ買ってあれすればいいんだけどね。あ、スナック、はい、あーゴブリン、コブさんじゃなくてゴブリン、いやー出ないね。お、今回はスナックに連チャンパターンだ、なのではい、いきます。おうオフオフ、これさすがに被らなさそうだね、さっきと違う気がしてきた、配列も違うしなんか大丈夫な気がしてきた。うわ、スナック3連チャンでございます、きます。おお、次もスナックじゃないこれ、流れ的に違った、ジャラでした。なんかでかいぞ、重いぞ、あ、あれだ、プチレアのやつじゃない、ほら重いやつはだいたいプチレアのやつですね、これ重たい本当に、鉄。さあ4つ上げて何も出てません、今んとこ全部プチレア、どうかな。お、なんだこれ、
すげえ人形ついてる。ドラゴナイトチャップたちが、じゃん。お、出てない。なんだこれは。サリアナイフ。サリアナイフ出てない。レアのやつですね。なぜ妖怪ウォッチって。妖怪メダルを入れ読み込んで、じゃん。おう、おう、二刀流。さあ動画的にいい感じになってまいりました。ケツの方にいいのが出ると。お、これラストスナック、これにかけるしかない。ラストスナックです。もう今4つ出てるんでスナックが、これ5個目です。死神さんでお願いします。うわ、あースフィンクス買うしかねえ。追加ボックスだ。じゃあこの3個の中に何かいいジャラが入ってるということです。あのスーパーグレートレアが入ってるはずです。スーパーグレートレアが、お、なんかやけに重梱包、期待大。なんだよ重梱包だなやたら重梱包だったわ。あと2個ジャラでございますよ。なんでしょうか。結構これもぎゅうぎゅうだな。お、これはシールドだな。オライオンシールドか獅子王シールド、どっちか。違うじゃん、唇やんけラスト、これです。じゃあ入ってないなんてことはやめてね。さすがにおこよ、頼んます。ラス1。おっしゃよっしゃ、獅子王シールドの方だ。やったー、ハテナの方です。イエーイ。じゃあちょっと見ていきましょう。はい、ということでこのような配列になっておりました。交互っていうのはこういうことですね。こういう感じで交互に入ってて、こっちは全然そんなの関係なく、一番後ろにこの獅子王シールド入ってました。なんかすごいっすよね。これハテナのやつですね。獅子王シールド、オライオンシールドのまあ色違いみたいな。はい、まあちょっとこの唇のやつとか、このデミとグラスどんだけ強いかちょっと気になるので、ジャラ捨てでねまた使ってやっていきたいと思います。新神さん欲しいのでね、新神さん出るまでちょっとまた買いたいと思います。それではまた明日。